ことぶき法事は、大阪府大阪市天王寺区にある浄土宗の寺院。三号は、税信山。本尊は、阿弥陀如来。近年では、ことぶき法事の字を当てることも多い。ことぶき法事時点によれば元六四年に、築後善道寺の住職であった、信高恵宗が混流した世が始まりであるとする。元六十一年、広瀬誉れ不詳が一時を混流する新願を立てて、 常念仏をはじめ、日野や兵が土地を寄進。建立された寺は、三号が日野や兵の法名から、二号がその妻の法名から取られて、絶身山、久し法寺となった。また、春日や九兵衛や塩や孫左衛門などによって、元禄十二年から十六年にかけて、複数の道具が建てられた。本尊の阿弥陀如来像は、第三大天台座遠縁人作と伝わる。 かつては、現在の天皇塾役所付近まで広がっていた、微射門池のほとりにあって、紅葉の名所としても知られ、江戸時代の終わり頃に描かれた西木絵の、何わ百景にも題材として取り上げられている。なお、池は、明治末から大正末にかけてすべて埋め立てられたため、当時の様子を伝えるのは、同時の通称、もみじ寺のみである。1887年。 大阪事件関係者の慰霊祭が行われ、慰霊碑が建てられた。1995年に石碑が再建されている。桂文造、三遊亭窓カバ、小福亭昇格など、落語家やその他の芸人の墓地が多く置かれている。巡礼者に欠縁したことを記念して建てられた、供養塔で宝永8年2月8日の命を持つ。大阪市内にある、 約30基の同種の塔で最も古く大きい、平成17年度に大阪市指定文化財に指定された。ありがとうございます。